韓国にはスポーツマンシップなんてかけらもありません。どうしてデッドボールを当てた方がぶち切れるんでしょうか。韓国人野球選手がまたまたとんでもないマナー違反をやらかしました。デッドボールを出した韓国人投手が相手に謝るどころか唾を吐き捨てて悪態をついたんです。しかも相手チームのベンチを睨みつけながら威嚇するように歩み寄るというおまけ付き。もちろん審判の制止だって完全無視です。この驚愕の事態に相手チームの選手もファンも激怒。グラウンドでも観客席でもあわや乱闘という一触即発の状況になりました。以前から韓国人選手は多数のマナー違反、侮辱行為を繰り返しています。かつてはイチロー選手にわざとデッドボールをぶつけたこともありましたし、逆にわざとボールにぶつかって大騒ぎすることもありました。しかしデッドボールをぶつけて逆ギレするというのはさすがに予想外ですよね。今回はこのデッドボール逆ギレ事件について詳しく見ていきましょう。事件が起きたのはオーストラリアのプロ野球リーグ ABL での出来事でした。実は ABL には多くの韓国人選手が参加しています。なぜかというと ABL が武者修行の場として最適だから。南半球にあるオーストラリアは北半球の日本や韓国とは季節が正反対。サンタクロースもトナカイとソリではなくサーフボードに乗ってやってきます。 ABL が開幕するのもオーストラリアにおける初夏、11月頃です。この時期はちょうど日本や韓国のオフシーズンにあたります。そのため ABL には武者修行や調整のために韓国だけではなく日本やアメリカ、台湾からもたくさんの野球選手が出場しているんです。出場選手としては日本ハムの杉谷拳士元選手が有名でしょうか。大谷翔平選手とチームメイトとしてプレーしながらも WBC の優勝会見で私を覚えていますかと尋ねたら、まあなんとなくはとジョークで返されてしまったあの杉谷選手です。そんないじられキャラとして有名な杉谷選手ですが、野球漬けのオフシーズンを過ごしたからか ABL 出場翌年の2018年には自身のシーズン中本塁打数を更新しています。北半球の野球選手にとって自国で試合がない時期にオーストラリアで実戦経験を積めるのは非常にありがたいことなんです。こういった事情から韓国は2018年にジーロングコリアというチームすら設立しています。参加選手は全員が韓国人ですが、れっきとしたオーストラリアのプロ野球チームです。今回デッドボール逆ギレ事件を引き起こしたのもこのジーロングコリア所属の選手でした。イチャンソク投手です。事件が起きたのは2020年1月11日に開催された対メルボルンエイシズ戦。伊藤氏の投げた137キロのボールがエイシズ所属アラン・デサン・ミゲル選手の額周辺に直撃したんです。デサン・ミゲル選手は顔を押さえてその場にへたり込みました。ここまでならしばしばあることです。ところが伊藤氏は予想外の行動をとりました。謝るどころかデッドボールを当てるや否やグラウンドに唾を吐き捨てたんです。しかもその直後には悪態をつきながらエイシズのベンチに向かってのしのしと歩み寄りました。申し訳なさなんて一切なしの完全な威嚇行為です。この事態に審判たちも慌てて伊藤氏の前に立ちふさがりますが、それでも効果はありません。審判に向かって怒った表情でわめき立てたんです。説明しておいてなんですが本当に訳がわかりません。デッドボールを当ててから4秒くらいは伊藤氏もイライラした顔にとどまっていました。しかしその数秒でイライラが頂点に達したのか大激怒の逆ギレに移行したんです。デッドボールを当てられた方が怒るのならわかります。でも当てた方が怒るなんて本当に意味不明ですよね。そもそも頭部へのデッドボールは命を落とすこともある非常に危険なもの。日本のプロ野球ではまだ亡くなった事例はありませんが、高校野球や社会人野球では命を落とす事故が多数発生しています。韓国でも1955年にはデッドボールを受けた高校生選手が気絶したものの試合に参加し続け
再び気絶。翌日に命を落とすという事件が起きています。幸いなことにデサンミゲル選手の場合、後遺症もなく無事でした。しかしそれはあくまで後から分かったこと。伊藤手が相手チームや審判にわめき散らしている最中は、デサンミゲル選手が亡くなる可能性も十分に考えられる時期だったんです。そんな状況でデサンミゲル選手を心配するより自分の怒りを優先する。伊藤手はスポーツマンシップどころか人の心すら欠けています。それは伊藤手が所属するジーロングコリアも同様です。審判たちが伊藤手の前に立ちふさがると、同チーム所属の韓国人選手たちも周囲に集まりました。わめき散らす伊藤手を止めるためじゃありません。伊藤手の味方をするためです。韓国人選手たちは伊藤手同様、数人で審判を囲むと威圧するようにわめき散らしました。中には審判のことを両手で押す選手もいたんです。ジーロングコリアの中ではスポーツマンシップよりデッドボールを当てて起きながら逆ギレする伊藤手の方が大事だったんでしょう。その上、相手チームの選手たちが近寄ってくると韓国人選手たちはまたまた驚きの行動をとりました。やっぱり相手選手のことを両手で思いっきり押し込んだんです。と言っても相手選手も体格の良いプロ野球選手なので微動だにしなかったんですけどね。こんな感じでグラウンドはあわや乱闘の一触即発の事態になりました。しかもこの対立はグラウンドから観客席にまで広がります。聞いているだけの私たち日本人だって怒りが湧いてくるほどの事件です。応援するファンたちにとってはなおさら許せないことでした。観客席でもジーロングコリアとメルボルンエイシズのファン同士が互いに罵声を浴びせて、やっぱりあわや乱闘の事態になったんです。そりゃそうですよね。ただここで重要なのは罵声が両方のファンから出たということ。そう、ジーロングコリアのファンたちもエイシズファンに向かって怒鳴り声を上げたんです。チームがチームならファンもファン。デッドボールを当てた側のファンが当てられた方を罵るなんてちょっと信じられません。前述したようにこの試合が行われたのはオーストラリアの ABL です。観客もほとんどがオーストラリア人でした。なんというか韓国チームのファンも韓国人みたいなメンタルになるんですかね。この事件を起こした伊藤手がスポーツマンシップに欠けているのは言うまでもありません。しかしジーロングコリアというチームそのものもそのファンたちもやはりスポーツマンシップが欠如していると言わざるを得ないでしょう。なお試合自体は9対1でメルボルンエイシズの圧倒的な勝利で終わりました。実力も足りずスポーツマンシップにも欠ける。一体何があるんですかね。また事件を引き起こした伊藤手ですが、審判に悪態をついているところで退場処分が下り、試合後には12試合の出場停止処分が課されました。 ABL はシーズン中に1球団あたり40試合しかしません。伊藤手は全試合のうち3割を欠場するということになります。ただ命に関わるデッドボールを出した上で逆ギレしておいてちょっと甘いんじゃないかと思っちゃいますよね。実際この事件を伝える ABL 公式 SNS アカウントには海外ファンから怒りの声が多数寄せられていました。しかし韓国人はそう思わなかったようです。ここでこの事件に寄せられた韓国の反応を少しだけご紹介します。出場停止なんて信じられない。審判たちはオーストラリアをエコひいきしている。相手のファンが先に伊藤手を侮辱したに決まってる。たまたま今回はジーロングが割を食うことになっただけ。オーストラリアなんてこっちから願い下げ、どうせ冬だけの大会。以上のように韓国でも事件に逆ギレするコメントが多数投稿されていました。素直にいや伊藤手が悪いとするコメントも少しだけあったんですが、本当にごく少数に過ぎませんでした。こんな大事件を起こしても国内のファンがかばってくれるんだから、韓国チームのマナーが向上しない理由もわかりますよね。実際これまでも韓国チームは数々の事件を引き起こしてきました。次はデッドボールにまつわる事件を2つ見ていきましょう。どちらもわざとがキーワードです。最初にご紹介するのは
わざとデッドボールに当たった事件。事件は2012年9月、韓国で開催された U18 世界野球選手権、現 WBSC U18 野球ワールドカップで起きました。韓国代表と激突したのは、前回、大会王者の台湾です。4回までは、両者得点できず、0対0の拮抗状態が続きました。しかし、5回韓国の攻撃でチャンスが生まれます。2アウトまで取られたものの、ランナーを2塁まで進めることに成功したんです。ところが、次の打者は2ストライク2ボールまで追い込まれます。ここでアウトになったら、再び0対0の拮抗状態に逆戻りです。絶対にヒットを打ちたい。少なくとも次につなげたい。そういう思いがあったんでしょう。台湾投手の放った内角寄りのボールに、韓国打者は自ら肘を当てに行きました。わざとデッドボールを受けて進塁しようとしたんです。ところがこのイカサマは捕手からも球審からもはっきり見られてしまいました。ボールが当たった瞬間、球審は立ち上がり韓国打者を厳しく注意。台湾の捕手が肘をアピールすると分かっていると大きくうなずいたんです。結局このデッドボールはただのボールとしてカウントされました。韓国コーチが抗議しても判定が覆ることはありません。ただ韓国代表のいやらしさを見せつけるだけの結果に終わったんです。なお試合自体は7対3で台湾が勝利しています。そもそも韓国代表に台湾に勝てる実力や勝つ自信があったらこんなイカサマなんてする必要がありません。順当な結果ですよね。ただこれよりもっとひどいデッドボールにまつわる事件も起きています。2つ目にご紹介するのはデッドボールをわざと当てた事件です。事件が起きたのは2006年3月5日に行われた日本との試合。そう、日本が優勝を収めた第1回ワールドベースボールクラシック WBC での出来事です。この大会で日本は韓国と3度戦いましたが、最初の1次ラウンドにおける試合でイチロー選手がデッドボールを受ける事件がありました。これがわざとだったんです。しかしこの時点ではあくまで疑惑止まりでした。当時はイチロー選手による向こう30年は日本に勝てないと思わせるような、そういう感じで勝ちたいという発言が韓国で総バッシングを受けていた時期。イチロー選手がバッターボックスに立つと韓国ファンは盛大なブーイングを上げました。そのためこのデッドボールも故意によるものだと噂されてはいたんですが、証拠もないので疑惑止まりだったんです。しかしその証拠は大会から4年後の2010年にあっさり見つかりました。デッドボールをぶつけたペヨンス投手が韓国メディアの取材中に自白したんです。第1回 WBC の際、イチローにデッドボールを出した事件は大きく注目された。偶然だったのか、それともわざとやったのか、もう言えるのでは？わざとやったんですよ。実はクレソン先輩から、イチローに一発やってやれ、球速の遅いポンジュン軍がやってもあまり痛くないだろ、だからお前がやるんだって言われたんです。やって試合に負けたらどうするんですかって聞いても先輩は自信満々でした。あとは俺が片付けるって胸を叩いたんです。実際僕がイチローにぶつけて先輩が登板すると日本を完封しました。心から尊敬の気持ちが溢れ出ましたよ。先輩の度胸は大韓民国でダントツです。こんな風にわざとデッドボールをぶつけたと自慢げに語っているんです。しかもこの対談が掲載されたのはスポーツ朝鮮という結構有名なメディア。まるで武勇伝みたいに語るペ投手もかなりあれなんですけど、掲載しちゃう方もすごいですよね。ちなみにこのペ投手は2023年の WBC でもブルペンコーチとして出場しています。大谷選手に対してデッドボール宣言を出したコウソク投手のコーチがこのペヨンス選手なんです。わざとデッドボールを当ててやったなんて自慢する人に指導されていたら、ああいった発言が出てくるのも不思議じゃないですよね。ある意味でスポーツマンシップの欠如は韓国野球界の伝統と言えるのかもしれません。
いかがでしたか？今回は韓国のデッドボールにまつわる事件を3つご紹介しました。2020年デッドボールを当てて逆切れ事件、2012年デッドボールにわざと当たった事件、2006年デッドボールをわざと当てた事件。こうして列挙してみると本当にひどいですよね。スポーツマンシップがどうこう以前に人としてどうなんだと感じてしまいます。こういう人たちが集まって国や社会を作っていると考えると、韓国がわけのわからないことばかりするのもむしろ当然なのかもしれませんね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。